も出てないとなると選ばれるのはいいそうだ、うん、これは金光の上がり白ドラドラ9600、はい、50分の上がり、あーパーソー一発つもだ、リーチ一発もピンクドラドラ裏13000、6000は3200、6200、あーただここで積もったのはいいだ、タンヤオドラドラ赤2000、4000の上がり、ついピンはこっちだ、さあリーチ一発もドラ赤裏は乗りませんが2000、4000の上がり、うん、あーチーピン積もったラスト1枚、リーチもタイヤウィーペーコ2000、4000、なんと神のが上がった、でかい、これは3ワンだと飯田からロンの声、リーチ一発ピンク裏は乗った、裏裏別に一発関係なかった、うおーそうここにあるんですよ、さあ3色ドラ赤2000ウォルの上がり、金光まずは通過に向けて起き上がりをものにしました、いやチーピンになった、これは椿の上がり、リーチドラドラ赤裏は乗らないが8000点、ウーピンだ、これは椿の上がり、リーチ赤裏は乗りませんが3200は3500、そうワン積もった、さあこれは椿の上がり、こちら目線ほぼほぼウイニングランか、はい、なんかドラ重ねたけど、さあそして金光、これは背景杯流局してみんなの手が伏せられでした、お疲れ様でした、はい、というわけで見ていただいた皆さんに最後一言お願いします、おいおい勝ち上がり、やだ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 、ちゃんとやってくれるのも含めてやだ本当に、もうほんとギリギリで通過だったね、うん、本当ね、いやでもなんかこの我慢強さ見ましたよね、椿さんに、そうですね、一半チャン目の苦しい展開で上がりが少ない中3位を取り切ったことがなんか二半チャン目の、確かにそうなのかな、そうですね、一半チャン目とにかくきつかったんですけど、なんか結構寝かしても諦めないで頑張ろうって、まあこう自分をこう鼓舞はしてたんですけど、それがまあ2回戦目うまくいったかなっていう感じでした、そうなんですね、だからまあこれやっぱ赤ありのルールでは多分僕少ない方だと思うんですけど、通過者椿さんって、2半ちゃんで漫画2回しか上がってないですよね、あそうですね、はい、確かに、これなんか結構これで通過ってこの明かりルールだと僕難しい印象あるというか、そうですね、多分、そうそうそう、しかもこの漫画なんで2回ともね、そうそうそう、着順とかになんか恵まれた感じでしたね、多分ね、なんか安藤さん見ててなんかそうですね、我慢はそこそう、あの手配結構悪い時が多かったので、あの注目して見てた時が少なかったんですけど、そうそうなんです、なんでちょっとすみませんのところはあるんですけど、はい、その中でもやっぱ我慢して初戦3着と、とあと2回戦目のあのつもりさんはこのね、ああそうですね、あれ上がれたのが出上がりでしたけど、出上がりそうですね、ウーピンとかで我慢強くて素晴らしいマーチャンで、ありがとうございます、せっかく決めたなっていい、ね、オーラスだけもうちょっと早く降り始めた方が良かったかっていう、そうかもしれないですね、まあそうですね、あれもね品種のみを上がれてもそうですね、価値は低いので、そうなんかあの神野さんの倍率も600点差がまくられちゃうから、そこを詰めときたいのと、あとできるならあの金さんの、はい、マンツモは、はい、経験したいんですよね、ちょっと出すぎたかなっていう感じがあります、はい、まあリーチって飛んできたら緊急回避したいですもんね、しかも、早めにピンフーテンパイとかしたらリーチする予定でした、あリーチはしないつもりでした、はい、なんか展望出すと神野さんの条件が緩くなっちゃ う、 そうなんです、めちゃくちゃ緩くなっちゃいますからね、それは出さないつもりでした、で金光さんも多分あの1326つもが OK とかになるのかな、多分椿さんも出すの、そう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 、1635にもとも大丈夫だったんで、はい、というわけで高速ナブライブさんありがとうございます、椿アナプロ64通過おめでとうございます、あーありがとうございます、陽平さんとの喜びの漫才見れて嬉しいです、喜びの漫才っていやいやいや全然喜びなのかな、はい、ちょっと分かんないこと言ってくるんで、ね、スパチャ飛んだけどこの人ブロックしてみようなんで、みなせしひろプロとか、そうそうそう、応援の声も、はい、ありがとうございます、はい、あ、そうかそうか、はい、まあ、というわけでね、今後もまだまだファズカップの戦い待ってますので、はい、ちょっと最後にカメラに向けて今後への意気込みなどお願いいたします、はい、ファズカップは結構
去年もいいところまで行って、今年こそもうちょっとうまくいきたいという感じで気合十分なところ、スレスレでちょっと見てる方にはハラハラさせてしまったかもしれないんですけれども、このまま頑張っていきたいと思います。応援どうぞご視聴よろしくお願いします。はい、というわけで以上、椿彩乃プロでした。ありがとうございました。さあ、というわけで最後にインタビューするのはトップで通過となりました飯田将暉プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、というわけでね、振り返ってみてまずはいかがだったでしょうか。はい、いやついてましたね。ついてた、うん、はい。どの辺がついてました。いや、まあ1回戦目オーラス、うん、一発だと裏条件だったんですけど、うん、まあ、あれ裏乗ってたところと、うん、あ、裏裏でね、パーピンが裏乗ったやつですね、頭、はい、そうですね、あれはまあめちゃめちゃついて、まあ、トップだったんで、うん、まあ、2戦目かなり楽できると思ったんですよ、うん、で、はい、結構二の矢三の矢で一数チームとか、うん、あと6球走行きましたね、そうですね、うん、そう、あれ上がればまあほぼほぼっていうところが上がれなく、むしろ豊潤に回ったという、うん、一数チームはリーチ時で山一でしたからね。ああ、今一枚でしたね、死ぬほども固められてて、はい、もう全然、まあ、しょうがないですね、あれは絶対分かんないですか、それは。そう、あれを2回ともへくって逆に直撃されて、うん、そうですね、一番上がられたくない人に直撃結構ヒヤヒヤしますね、上がると。そう、うん、あれでまあ勝ち残れたのは相当ついたなと、うん、下手さも並び作られて負けるの全然あったんで、うん、うん、はい、まあただね、そうですね、神野さんの親番で手を挙げると、うん、ただ、そうですね、はい、まあ日本オープン連覇としてのね強さはちょっと見せていただいたなということで、うん、こっからまでもね、はい、応援の声も多かったです。あ、高田さん、高田木さん、ありがとうございます。飯田さん、お疲れ様でした。通過おめでとうございますということで、うん、まあでも、うん、はい、全体的になんていうか、うん、いろいろ展開的についてたなとあるんで、はい、まあ次回もね、平着最近 3.5 なんで、いやいや、もう嘘ですよ、今日上がったんだから、もう一着取ったからもうそれ通じないですよ、ダメですよ。いや、まあそうだけど、いやでもね、まあ次回も初戦トップ取れれば本当このルールはかなり硬くなるんで、うん、まあまあそこを目指して頑張ろうと思います、はい。というわけで最後にちょっとカメラに向かってね、応援してくれた皆さんに一言お願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。どうにか勝ち残れたんで、次回も精一杯自分の麻雀を打って勝ち残れるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで。